ロシアのウクライナ侵攻まずは戦況を見ていきますアメリカの戦争研究所によりますと24時間以内に東部ドネツク州のバフムトやそれからポクローシク方面で戦闘があったということですまたロシアが実行支配するウクライナ南部クリミア半島のケルチここでは4カ所でほぼ同時に火災が起き ロシアメディアは破壊工作の可能性があると伝えています。まず石川さん、現在の選挙というのはどのようにご覧になっていますか。まああのロシア軍はですねドネツク州全体の掌握をおそらく最,最優先として、まあドネツク方面で各地で攻勢を強めていて、まあウクライナ軍が修正に回っていると、まあロシアとしてはアメリカの大統領選挙に睨みながら。 まあドネツク州のですね、あの支配地域をできるだけ拡大したいと思っているのは確かだと思うんですね。ただロシア軍があの構成に出ていますけど、い 危に支配地域を拡大して、一方的に優勢になっているという状況ではないし、あの、まあ、その中でロシア側は消耗戦の中でウク,ウクライナ側の人的犠牲、インフラなどの攻撃を強めてですね。まあ、ウクライナを弱体化して、ウクライナの沿線気分を強めたいという作戦もしていると。ただ、ウクライナ軍も苦しいんですけれども、ロシア側の損害というのも大きいと。大きく見れば、戦線は膠着状態というのは変わらないと思います。 はいあの今石川さんの方からあったようにですねあの前線ではやっぱりこのロシア側が非常に大きな犠牲を出しながらもですね、えー、着実にこの東部の領土を確実にこう拡大しているっていう状況だと思います。ただあのロシアとしてはやっぱり一気にこの夏にです、ね、攻勢に出て、えー、この大きな領土を獲得したいと思っているわけですがやはりあの4月以降アメリカ側のです、ねえー、この援助っていうのも前線に届いているという話の中で。 ま、なんとか持ちこたえて、いるウクライナがのなんとか持ちこたえているという状況で、うん、まこれがですね。この夏から秋にかけてですね。まあ、冬の一歩手前までウクライナが持ちこたえられるかどうかっていうところが、非常にあの重要なポイントになってくるかなというふうに思います。で、またあの非常に注目すべきはですね。あのロシア側はですね。この都市への攻撃をかなり激しくやってるわけですよね。あの、先日もキ融のあのウクライナ最大の小児病院が攻撃を受けました。けれどもこれまでですと、やっぱりこの冬。 をターゲットにしてです、ねえー、やってきたところをもう季節関係なくですね、はい、やっぱりこの人命を度外視して攻撃するというような手法でもってまさにウクライナ側の指揮を今こそチャンスだということで、えーえー、徹底的にこう下げようとしてるんじゃないかなというふうに思いこれウクライナ側の指揮をねくじくっていうかキーウに確かにあんな攻撃っていうのは今まであんまりなかった中でそれが今でも起きてきてるっていうことなんですが先ほど石川さんもあの膠着状態であるというんですが、うん、実際これ プーチン大統領というかロシア側としてはですねこれはまあ膠着状態から一歩進めてどん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 やっぱりあの陣地を広げていこうというような動きに出るのか持久戦でまあいわゆる士気をくじくというかロシアまあウクライナ側のまあ疲弊というかですねもう待つというかど,どういうこれ考えを持ってるんですか。ああ両に並みでしょうね,ね。 ただあのロシア側の中で大統領選挙の中に動員をするんではないかという見方もあったんですけれどもその部分動員も含めてあのその動きはないとだからロシア軍の全体の戦力兵力がですね一気に拡大するという状況ではないんですね。そうししますと今の状況を維持しなががらあのウクライナが 持ちこたえられなくなって戦線が破れるようなことになれば、はい、あの占領地を拡大するんだけどはい、はい、そうじゃなければウクライナの体力を、はい、奪っていくという両みのように思います、ね、そういう作戦というか考え方なんだと思うんですけどす、ね、五六さんその中でですね今 先ほどども出てましたけどあのこうアメリカからの、まあ、武器の供与とかですね、まあ、少しずつ現場に届き始めているということでその中であのぐらいの F16 戦闘機の運用というのは、まあ、訓練やったり指導していたと思うんですけどこの辺りというのが投入されてきたときにはウクライナ側からすれば、まあ、この戦争始まって以来いわゆる防空システムがずっとこう足りないんだということを言ってきたわけですよね。それは、まあ、何が…あの 最大のの要因かかとといいいうとウクライナ自体がものすごい広いからなわけですよ。で、これは実は防空システムっていうのはあの戦場でも必要だしもまた都市を守る上でも必要なわけでもちろんその小児病院が攻撃されたって考えて分かるようにですねでそうなってくるとこの F16 っていうのはまずはこの防空システムっていうことで非常にあの重要な役割を果たすとは思うんですけれどもこの夏に入ってくる数がやはりこの限定的であるということからするとです、ね、いわゆるこの前線の戦場の。 おこの状況を一気に変えてですね<ー>ウクライナ側がこの夏にこの主導権を握るような状況にはならないと<ー>ただ、まあ、いくばくかこの防空状況が改善するという<ー>、まあ、それでも大きいんですけれども<ー>これをできるだけ早くです、ね、量的にこの増えてくればまたさらに改善するという形なんですが今の時点ではなかなか戦況を好転させるような状況にはならないかなという激変させるよな量でもななといういわゆるゲーームチェンジャーにははまだならないとは思います。うん 今後ののウクライナ情勢を大大きく左右すするのがアメリカ大統領選挙ですバイデン路線を引き継ぐ民主党のハリス副大統領と支援の縮小を主張する共和党のトランプ前大統領の一騎打ちでほぼ固まりましたがアメリカの政治サイトリアル・クリア・ポリティクスの世論調査によりますとそれぞれの支持率はトランプ氏が48.1% ハリス氏が四十六点二パーセントと寄抗しています。数週間前までは。カクトラとも言われ。トランプ氏の返り咲きが濃厚と見られていましたが。調査機関によっては。ハリス氏が支持率でリードしているものもあり。十一月の投票まで。予断を許さない状況です。これ五六さん、あの、もともとトランプさんはね、自分がなったらですね、返り咲いたら。 あの24時間で終わらせるって言って、まあ、そんな簡単ではないような気もするんですけどあのゼレンスキーさん側からするとウクライナ側からしたらですねやっぱりそう言ってるトランプさんよりもハリスさんなのかこれどのようにこう今考えているというふうにお考えですかねそううですす、ねまあ、支,支援継続とという観点からすると、えー、やっぱりこの え確実なハリス氏の方が望ましいというふうには思っています。ただあのバイデン政権に対し今あの完全に不満がないわけではなくてですね今のような小出しの形でやっていくとですねこの戦争に負けないんだけれども勝つにまでは至らないというま不満がやっぱウクライナ側にあるわけですよね。だからハリス政権が単なる今の政権のまま続くだけではやっぱり不安は続くわけです。他方トランプ政権になるとですねやっぱり今回後で議論になると思いますけれども副大統領 候補としてバンスという人物がですね、はい、かなりウクライナ支援に消極的であるというところから懸念は高まっていると思います。ただ、この不確実性というところが、どっちに転ぶかわからない。ある意味、ウクライナ側としてはですね、なんとかこう説得して好転させたいというふうには考えているので、まあ全体としては、まあハリスの方が望ましいんだけれども、まあトランプになったら、トランプになったでですね。あはい、まあ、その状況でうまく対応するために、今からまあトランプに備えているというような状況かなという,う思います。まあ、両睨みっていうのはこれ今、まあ。 どうししててもゼレスキーさんとしては仕方ないですよねそなかなかこれだけどうなのか分からないと言われている中なんですが、うん、だって一方でこれプーチン大統領ですけどもあの2月にです、ね、これ石川さんあの、えー、国営テレビのインタビューでトランプ氏よりバイデン氏の勝利が望ましいと述べているということでこちらでも後にあの前の番組で伝えたことはあるんですが、うん、この辺りでいうと現状どう見ていると。いう まあ要はあのバイデン氏の方が大統領の方が望ましいと述べたのは予測可能でであるとということなんですねであのつまり最悪の米ロ関係だけどもバイデン大統領だったら最悪は最悪なりに予測ができるということなんで今ハリス副大統領になったということで双方とも予測がなかなか難しいどうなるかとなった場合ですね。ただあのバイデン路線を継続すると すればです、ね、もしかしたらハリス氏がですねなった場合に弱い大統領になるんではないかと国際経験もないですしでそうなった方がもしかしたらロシア側は望ましいと思ってる可能性ありますよね。でトランプ前大統領が復帰する場合にプーチン大統領としては望ましいのは彼とディールをすること。でできれば まあ言ってみると第二のヤルタみたいな形で中国も含めてですね世界の中でこう勢力分野を分けたいというのがまあプーチン大統領の一番望んでいるところでしょうけどそうはいくのかなとつまりトランプ前大統領というのはどっちかというと2国間で取引しますよねでそうしますとロシアだけではなくて例えばあのサウジアラビアあるいはインド。 あの、例えば、サウジアラビアのですね。あの、ムビエスムハンマド皇太子。はいはい、バイデン大統領とは、明らかに、はだいが合わないわけですよ。はいはい、ところが、トランプ前大統領となると。これは、そことディールをしてくる可能性はありますよね。それから、インドのモディ首相。トルコのエルドアン、大、はい、首相、大統領。はい、で、中国と。そうしますと。ロシアが。 あのバイデン政権あるいはハリス政権の場合だと非常にイデオロギー的にですねあの民主主義と自由と民主主義とあるいは温暖化対策とかで落ちてくるとこれはグローバル・サウスにとってはなんとなくね押し付けられて不愉快だというところがあってえあのそこで反米にまとめるプーチン大統領としては思惑としてはやりやすいっていう側面がある。 それがトランプになった場合核攻撃波で引き離されてくるという恐れ、はい、ウクライナ別ですよ。はい、あのなるんでですねそういう面でいくとトランプあのどう行動するかって分からないんだけどもどう出てくるのかっていうのはね僕はあのバイデン 大統領が望ましいといったプーチン大統領というのは割と本心だと見てるんですよね,ね。あと実は結構重要になってくるのがですねハリス氏が今度の副大統領候補に誰を選ぶかっていうのは結構重要なんですよね。で今名前挙がっている方が何人かいるんですけれども一人があのシャピーロというペンシルバニア州知事でもう一人がです、ね、アリゾナ州の上院議員であるマーク・ケリーという人なんですけどこのマーク・ケリーという人はですねもう 去年2回あのウクライナに訪問してゼレンスキー大統領も訪問してますし先ほど話に上がってきた F16 の,のウクライナ訓練パイロットがこのアメリカにいるわけですけど彼と一緒にアリゾナのソロを飛んだりするぐらいもう非常にこのウクライナ支援に熱心な一人でまさにこのトランプの副大統領候補あのバンスのコメントをものすごく批判してるんですよね。こういうい人物がまあ来週あたりにですねランニンニグメイトととして副大統領候補に選ばれると これはちょっとトラン、あのプーチンからすると、やりにくくなるのかもしれないし、ゼレンスキーからすると、まあ非常に頼もしい。政権になるというふうに見られるかもしれない、ね。これは石川さん、のよくね、あの、うん、アメリカ大統領選挙にもロシアがですね、いろんな仕掛けをしたとかっての確認も言われてきたんですが。<laughs> うん、プーチン大統領からすると、まあどっちになるかわからないけど、今、まあ、こういったことに少しは。 あの仕掛けというか介入をするとかですねいろんなやり方というのをやってきましたけどもやっぱり今試行錯誤中ですから,ですから、あのー、やっぱりトランプの復帰には備えてると思うんですね、ええ、それはあのやっぱりあの2月のタッカー・カールソンのね、ええ、インタビューというのはこれは明らかにアメリカの保守層を意識したそれへのメッセージですよね、ええ。 だ,だから、そこではですねあのあの長々としたインタビューの中では要はロシアは保守の国なんだとつまりリベラル、悪いのはリベラルだというメッセージですよね。つまり、でそこで、まあ、それでトランプを応援するかというと、まあ、そこだけじゃなくてアメリカが分断してくれる状況の方は結果的にロシアにとっては利になるということでアメリカの保守層に手を突っ込んでくるとは思いますね。 アメリカ大統領選挙でのトランプ氏復権に備え今月19日ウクライナのゼレンスキー大統領はトランプ氏と電話会談を行いました両者はウクライナにとって公正な平和の早期回復に向けた措置について対面で協議することで一致したということですまたトランプ氏は大統領選に勝利してもロシアを利することはないと発言し電話会談後 SNS に次のアメリカ大統領として平和をもたらし戦争を終わらせると投稿しています一方のゼレンスキー大統領はウクライナの自由と独立を守るためアメリカの超党派による支持が不可欠だと指摘したとしています これゴルフさんあのまあゼレンスキー大統領としてもねこれはアメリカの動きっていうのは大統領選の動きっていうのは当然これ一番こう気になる部分ですけどももしとらまあまあこれからどうなるかっていうのははっきり分かりませんけどもこれに備えての動きというのはまあいろんな形でこれ電話のやつ対談であるとか含めてあのやっぱりそれはやっ 解かかななきゃいけないっていいいけとうう思いが強いってここでですか、ね、そうですそね、まあ、これはあのウクライナだけじゃなくて日本を含めて同盟国みんなやってることなんですよね、まあ、先日の,の NATO 首脳会談における NATO のウクライナ支援の制度化っていうのもやっぱりこれはもし虎対策だと思いますのでやっぱりこれはあのトランプになろうがまあ別の人になろうがですねやっぱりこのアメリカの構造的なコミットメント支援の継続っていうのを引き出すためにはやっぱりどの国ももしラが必要だということだと思います。でもう一個 このウクライナ側がよくやっているのはこののののの議議会の特にトランププの息のかかった議員た員ちへのアプローチですよねでこれは実はあの政権としてだけじゃなくて私の知り合いなんかの例えば研究者レベルであるとかですね活動家レベルとかもウクライナのさまざまな社会層が今このウクライナの抵抗を支えているわけですけれどもこのなかなか国外に出れないあの男性陣に代わってこの女性の研究者なんかが渡米してですねこのアメリカの議員たちと会ってこの対策をしているというところもあ,のあるのか あとあのどうしても先ほども私もあの話しましたけどね その二十四時間、私がなったら、二十四時間で終わらせると。まあ、そんな簡単なものかなんていう気もしますし、それと。さっきも出てましたけど、大統領選に勝利しても、ロシアを利することはないという、まあ、発言も出てるわけですけども。これと絡めて、その。二十四時間っていう意味は、一体何なのかって、まあ、よく、あの、それがですね。あの、疑問を持つ人も多いんですけど、そのあたり、どう見てますか。まあ、これは、あの、選挙戦のレトリックで、まあ、やや比喩的に、まあ。結局は、あの、私が大統領になった。ら できるだけ早く終わらせる、はい、っていうことであって本当に24時間で終わらせる。 と考えているのかどうか分かりませんけれども、まあ、実際、じゃあ本当に停戦合意を結ぶとなるとですねかなり細かいところまで詰めないといけないわけですよね。うんはい、どのラインでまず停戦するのかそして何月何日何時の時点で戦闘をストップするのかはい、はい、でこれ以前のこの東部紛争を止めるためのこのミンスク合意と呼ばれる停戦合意の時もそういったことが事細かに書いてるにもかかわらずこれらがこう違反されてロシア側が攻め込んできたわけですから当然この 合意する主体としてはですねこれはまあ、ウクライナもそうですしロシア側もかなり細かいところまで詰めたいというふうに思うんですよねそうするとなかなかその24時間あるいは1週間2週間で簡単に片付くような<あ>まあ話ではないのかなというふうに思います、ね、あ,あ,あ,あと内容的な問題もあるんだと思いますがこれ石川さんあのロシアを利することはないと ゆえトランプ氏の発言なんですけども、うん、だから普通で言ったらなんかディールで,です、ね、2国間でやって大統領になる前でもし自分が確定的だったらもうロシアに飛んでお前もそこまでやったんだからなんてよく言う人はいる、うん、俗っぽく言う人はいるんですけどこの辺りっいうのはプーチンさんとしてはこういう発言にどういうこれ思いで受け止めてるんでしょう、ね、あのプーチン大統領はトランプ大統領の発言はです、ね、真摯な発言であるって、はい、で,で留意すると述べて、うん いるわけですね気になるのはあのトランプサイドのこのゼレンスキー大統領との電話会議団の発表のはい、はい、その戦争を終わらせるというものの後にですね双方が協力し繁栄の道を切り開く合意合意ディールに向けて交渉できると,はい、はい、と言ってることでそこは,、はい、はちょっとですねこの発表だけでウクライナ側だけに譲歩を求めるディールをしう の危険性も感じ,感じられるんですがただあの最近ウォール・ストリート・ジャーナルにですねあのポンペイオマイク・ポンペイオがですね論文を発表してえそれはあのトランプのウクライナ平和計画というものなんですけどもこれは力による平和ですねだからあの例えばウクライナに対してですねつまりバイデン政権のは生ぬるいとウクライナにもっとじっと 質的な軍事支援に踏み切ると例えばあのレンドリースでですね、はい、あの5,000億ドルのレンドリースをつけて、はい、まあその枠内でじゃんじゃんアメリカ平成の武器を買わせるとはい、はい、買わせてそれの使用については制限をつけないとかあるいはどん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 原油を石油を掘って原油価格を引き下げるとか先ほど言ったサウジアラビあと和解をして。はい するとかですすねねこ、ええ、こののあはロシアの嫌がるとでその上でロシアと交渉してプーチン大統領に対してはこの戦争に勝てないということを実態として思い知らせた上で和平ということで、ええええ、その条件で一つ問題なのはここに領土奪還とというこは出てこないんだけども、ええええ、その代わり NATO には できるだけ早く入れると、入れると、で、領土奪還と。おそらく占領地はおそらく今の現状なんだけども、それは法的には決して認めないと。クリミアも含めてですね。だから、例えば、ここで書いているのは。 あのソビエト連邦の中の,あの岩田さんもご存知でもたバルト三国ですよねあれはもう欧米はもう決して認めなかったわけですよねあの第二次大戦前後のバルト三国併合というのはそれと同じ状況にしてだそこの奪還というのは長期戦に構えるというだから力による和平とだこのポンペイオの言う通りのことをトランプが考えているかどうかは別としてあの考え方として力と。 まず力というものを示してディールにプーチン大統領を追い込むという形の考えでこれはですねあの僕はプーチン大統領が占領地はロシア領として認めろそしてウクライナは中立化しろとこの2つを言ってますね。要はあの領土と あともう一つはウクライナの中立化ということをロシアは言って逆にウクライナの方からすると領土の回復領土の統一性とウクライナの NATO 加盟とこの2つがこう向かい合ってるわけですよね。そうトトランプこのトランンププこの 平和計画というのはどちらかというと NATO 加盟の方に重点を置いてウクライナの当面の安全を確固たるものにして、ねはいはい、領土のその後の奪還は外交的あるいは圧力のを持って徐々にという考え方だと思いますねこれはもうよくこちらに来られたご専門の方もねやっぱりこれだけ犠牲者を出すという今後続けるというんだったらやっぱり何らかの形で停戦とか休戦という、うん、ただし あのその,の背景にはねプーチン大統領にやっぱこういうことをやったらこういうことをするぞという強い姿勢を見せた上でのやっぱりテーブルに乗らなきゃダメだめだとおっしゃる方がいるんですがこれはプーチン、じゃあこのポンペオさんの提案みたいに対してプーチン大統領はこれどうしかしかか受けますねこれはプーチン大統領もゼレンスキー大統領もなかなか難しいところが。 双方ともにあるけれども考え方としては私はですね面白いところがあるとあのプーチン大統領でこれは嫌だなという感じはすると思いますねこのあたりゴールフんどう見ますかはい私のあのこのポンペイオの計画っていうのを読みましたけれどもなかなかあの興味深くてですねあのトランプサイドからこれまで出てきたようなものであるとかあるいはまあ他の国で今あのまあ平和の使者 タランとしてですねまあ、動いている中国だったり、うん、あるいはハンガリーみたいな国からは全く出てこないような非常にこの力をベースにしたですね、はい、この停戦というところなんですが問題はこのポンペイオ氏がどれほどトランプ政権の中に入り込めるかそしてその声がどこまで大統領の政策として出てくるかってところなんですよねで、実はこのポンペイオ氏自身はですね、うん、この戦争始まってから彼自身もキーウに行ってですね、うん、ゼレンスキーに訪問していてトランプ政権 まあ、かつての交換の中では、まあ、あのかなり、えー、際立つ形でウクライナ支援というのを呼びかけてきました、うんうん、だからそういう意味では今のこのトランプ政権の周りにいる人たち外交の専門家も含めてですけどやっぱりこの考え方がちょっと違うんですよね、うんうん、だからそういった中でこのポンペオ的な考え方っていうのがどこまで実際に政権ができて、うん、その中で浸透させれるかっていうところがまず第一のハードルかなというふうには思います、うん、あと、ねはい、とハードルとしてこれですね。うんはい モストラに加え波乱を起こしそうなのがトランプ氏が指名した副大統領候補バンス氏の存在です。これまでアメリカのウクライナ支援に向けた予算案の採決で反対に回ってきたバンス氏はウクライナ情勢についてウクライナで何が起ころうとあまり気にしていない和平実現のためにはウクライナの大幅な領土譲歩が必要だ。 それが解決に向けた唯一の方法だと発言しています。ロシアのラブロフ外相はバンス氏の副大統領候補の指名を歓迎するとしウクライナに武器を大量に供給するのをやめれば戦争は終わり解決策を探せるようになるとコメントしています。石川さん。 このバンスさんの存在なんですがプーチン大統領としてはどんんなふうに見てるんでしょうか、ね、あの先ほどあのタッカー・カールソンのインタビューの中で,です、ね、同じようなことをプーチン大統領は言っているんですね、えー、ウクライナはアメリカから遠いでしょうとお宅には近い国境の問題があるんじゃないですかと、えー、そっちの方をちゃんとやった方がいいじゃないですかとほぼ同じようなことを言っておりましてです、ね、ロシアとしてはあのバンス氏の立場と。 いいうのはあの、まあ、当然歓迎してると、まあね、ただ副大統領がどこまで外交政策に関わるのかというものと、はいはい、バーンズ氏を選んだのは別に彼のウクライナ政策というわけではないと思うんですよね、はい、まあどちらかというとあの中西部のです、ね、激戦州対策という労働白人労働者対策ということだと思いますしだからですね。 だからこのバンズ氏の指名自身はロシアは歓迎してると思いますがそれ自身に対してあまり大きな期待というのはあ,のあくまでトランプがあの外交政策はなった場合は決めることになると思いますからあのそこは割と冷静に見てるんじゃないかなと思いますね。五六さんあの普通これあの 私デレンスキーだったらですねなんてこと言ってくれるんだというような気になるんですけどもこの辺りというのはンさんのこの発言というのがですねこれはもともとバイデンさんをだから想定していたという中で,で出してきたのが副大統領候補のバンさんだったというだからねなんか目算違いみたいなのもあったんじゃないかなとも言われてるんですけどこの辺りどう見てますか そうですねあのまずあの副大統領がどこまでこの外交政策とりわけウクライナ政策で役割を果たすのかというところは、まあ、これ実際になってみないとわからないところですけれどもやっぱりあのウクライナにとっては嫌だと思うんですよね。で むしろトランプより嫌だと思うんですというのはトランプ大統領というのはかつて大統領だった時にあの実は思われている以上にあの実際の行動としてはです、ね、ロシアにかなり厳しい行動をとっていて彼自身の信念からというよりもやっぱり周りの側近の外交安保の専門家が、まあ、説得する形で,です、ねまあ、NATO との関係をこう、えーまあ、一部強化する部分もあったりです、ね、あるいはこのロシアに対してさらに強い制裁をかけたり。 あるいはさっきあのポンペイオの名前出てきましたけど彼なんかはクリミア宣言というものをわざわざ出してですねこのクリミアというものはウクライナの主権のもとにあるということをわざわざ言ってるんですよね。こういった意味においてはトランプ大統領の姿勢というものを中和するような人たちが周りに固まればまた同じようにこういけるんじゃないかというところはあるわけなんですけれども。 バーンス氏っていうのはトランプ以上にトランプっていうかつまり革新的にこのウクライナなんてどうでもいいと思っているわけですつまりその分を国内の自分の出身地であるこの見捨てられた白人労働者層に回してくれというふうに思っているがゆえにですねおそらくウクライナ側の懸念っていうのはより深いものがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。 これ石川さんしかしこういった発言出てくるとですねこれはあのロシアプーチンさんにしてみればですねヨーロッパとアメリカの分断みたいなのでこれに割って入れるというかこういったようなことも考考ええててまますすかねそええいやその意味であのカッター・カールソンのタカカールソンのインタビューで非常に面白くて彼あるいはバンス的な反エスタブリッシュメントに期待するものというのは大きくてはいはい今度のあの トランプ2がもしもなった場合にはトランプ1とは違ってですねつまりエスタブリッシュメントの影響が少なくなって、はい、アンチエスタブリッシュメントが仕切るようなことになれば、はいはい、おそらくロシアはこれは何かできるのではないかと閉めたとは言いませんけど、うん、長期化するウクライナ情勢停戦への道は見えてくるのでしょうかウクライナのクレバ外相は24日中国政府の招待を受け ロシアの軍事侵攻以降初めて中国をを訪問しし王毅外外相相と会談を行いましたクレバ外相はロシアが誠意を持って交渉に入る用意ができたときロシアと交渉する用意があるとしましたが現段階ではロシアにその準備がないとも強調しました一方、王毅外相も和平交渉は重要とするも 条件と時期は熟していないとの見方を示しました。まあ、条件と時期はまだ熟してないというのは、まあ、話もされてるんですが、ゴルクさん、これ、あの、クレバ外相の中国訪問。まあ、これ、やっぱり、あの、ある程度、まあ、思惑を持っていったとは思うんですけど。どのように見てますか。そうですね。あの、二つぐらい要因があるかなと思って、一、えー、つはですね。実はこの5月にですね。中国がブラジルと共同宣言を、この戦争に関して出してまして。えー この六個ぐらい項目があるんですけど、その中に領土の一体性ってことが一切書かれてないんですよね。はいはい、で、中国はこの台湾との関係があるので、はいはい、このウクライナに対する姿勢というのは。常にこの領土の一体性っていうのは。はいはいはい 書いてきたんですけれども、ええ、今回ブラジルとの声明でそれが抜け落ちたということで、ええ、これウクライナ側は非常に懸念をしていたようなんですよね。ええ、なので今回クレバ外相が中国に行ってですね、ええ、この、えー、と外相中国の外相と話して、ええ、中国側からですね こののの領土の一体性の回復、まあ尊重、あるいは主権の尊重というものを再度確認したということをまさにこの外相会談の後にクレバがわざわざ中国側から再確認したということを言っているわけなの、はい、で実は今日ですねこののウクライナ側がですねあの、はい この王外相をです、ね、ウクライナ側に招待するというふうに言っているのもままさに同じ文脈だと思います 2>, ああ、はい、で2つ目はこの11月にですね第2回の平和サミットというものを開く予定なんですけど、ねはい、今回はこの前の批判もあってですねこのロシアを招待するという方針にはなっているので前回はですねこの前6月に開かれた時はこの 中国が参加しなかった理由はロシアが参加しないからなわけですで、今回ロシアが参加するように我々は求めているんだとこれロシアどう答えるかわかりません、うん、なので中国ちゃんと出てきてくれますよねっていうことをちゃんと釘打ちに行ったっていうのがあ,<ー>あの二つ目の大きな要因だと思いますね,ねそういったいろんな思惑っていうのはあるんだと思いますけど、えー、石川さんこれ中国側はですねこのウクライナ の正体ということになってくるとこれはあのよく中国とそのロシアの関係というのはねよく言われますけど今圧倒的に経済力で言ったら中国でそれはかつての,そのロシアとも違うだろうと言われてるんですがこれで言うといろんなことをやってきてるのにプーチンさんとしてはこれ中国の動きというのはこれどう見てますか、ね、まあそれはかなり気になるところであると思いますね。あの中国がウクライナの主体となった 平和サミットに参加するのかどうかというのは非常に気になるところだと思いますけれども今あの私の聞いてる範囲でもですね中国は領土の一体性という原則は下ろしてないとでそこがロシアとあの中国の停の戦に向けた案 という案と言いますすかか方向アプローチですかねあれそこには領土の一体性というのは入ってたはずですからそこがロシアとは実は大きな違いというところがある,あるんですね。でもう一つはロシアはあのウクライナアメリカあるいは日本が主体となったこの平和サミットに対して中国 あとブラジルとかインド辺りが主体となったもう一つの別の何とか平和会議みたいなものを中国には実はやってほしいんだけどもそれは中国は乗らないとなぜかというとそれは中国が泥をかぶることになりますからねでだからまさに木は熟していないというのはあの中国の あの見方だったと思いますしただ、こうしたウクライナの動きというのはロシアは大変気にしてると思いますね。これは中国もだからあまり泥をかぶりたくないというかその,その点あたり距離を置こうというのは結構目立ってきてきいるんだと思いますいそれが気になるのはちょっとモーディンの首相のですねモスクワ訪問を受けての今度ウクライナに訪問した場合にあのどういう形のものが出てくるのかと。 いう彼は定戦という論者ではあるんだけども。ええええ、あの。インドとしてはですね。中国主体での和平というのは。かなり嫌だと思うんですね。はい、だから、このモディがどういう形のものを出してくるのかというのは、ちょっと注目した方がいいのかなと思いますね。これはプーチン氏としては、内心とか、この今まで言ってるような動きというのは。内政源、内面で言うと、穏やかではないという気持ちなんですかね、やっぱり。 少し揺さぶられてるといるううかそうですねあのただ、平和サミットの中でブリックスが1か国も参加ああの宣言には署名,、はい、署名といいますか、はい、承認していないというところはロシア側は成果だと、はい、考えていると思うけれどもど 2>, 2回目のところでロシ,ロシアが招待されたとでしかもその時にモシトラが獲く、うん なっていた場合にロシア側としては先ほどのポンペオンみたいな提案が実際に出たときにどう対応するかというのはです、ね、あのまだ決めかねているるとところはあると思います、ね、あゼレンスキー大統領はロシア軍がウクライナの全領土から撤退すれば、まあ明日にでもロシアとの和平交渉を行うと発言している一方でウクライナの世論調査では一部の領土割譲をやむなしとの声が初めて3割を超えました。 これ「三割をですね活動やむなし」と「活用やむなし」という内容についてもまあもちろんいろいろ議員にもあるんだと思いますがこれどう見ますかやっぱりえん気分まではってないんだろうけどもある時致し方ないというふうに思い始めたのかどう見たらいいんですか いやそれはやっぱり2年半続いてですね、はい、あの結局この戦争というのはですねまあウクライナは国際正義のために戦ってると、はい、であの欧米は軍事支援してるといってもですね戦うのはウクライナ国民であるわけですよねつまり犠牲になるのはウクライナ国民だけとこれがロシアが核兵器もなくてあのミサイルも持っていなければおそらく有志連合とかですね あのう、はい、という形というのはあり得ると,と思うだけども、そはい、あそうはならないわけですね。だからこの2年半と、うん、じゃあどこまでウクライナが頑張れるか、頑張ってるべきなのかというのはやっぱり非常に苦しいところってあると思いますね。その通りだと思いますね。これゴルさんどう思いますか。やっぱり2年半まあ間もなく経つわけですよね。このままだからずっとこね一心一体でやれるかどうかということも含めて。 そうですねやっぱりこう戦争が長引いている犠牲者の数が増え続ける中で、はい、まあやっぱりこのやむなしという意見が増えてきているというのはまあ、まあ、当然というか事実なのかなというふうに思います。他方であの他の世論調査を見るとですね、うん、やっぱりこの停戦交渉の席につくべきだというのはもうちょっと高いんですよね。はいはい、ただどういうい条件でやっっぱ合意するるかってなると ロシア側が出している条件を飲めるかというとやっぱほとんんどの人が拒否なんですよ当然それを飲んだとてですねロシアの戦闘が止まるわけでもないし、はい、一旦停戦してもですねかつて2014年から2022、はい、年までもそうだったように、はいはい、またプーチンはこの軍を再建してくるかもしれない、はい、だからこそこのロシアが進攻してこれないようにそして進攻しないできないように。 いかにこ NATO 加盟などですねウクライナの,その安全な地域の安全保障をするかというところがやっぱり鍵になるというのはウクライナ自身がやっぱりよく理解しているので単にもう諦めてギブアップですという3割ではないで実際このまだ7割の人たちがやっぱり抵抗すべきだというふうに言っているのはまさに過去の教訓ここで諦めると本当に国が滅ぼされる地図から消されるかもしれないという恐怖感も同時にやっぱりあるということなんだと思います。これさん 大統領は今もそういう話になりましたけども例えばさっき文平さんみたいな案が出てきた時にそれをじゃあ飲めるのかというあたりっていうのは最後の戦術核の脅しなんかもよくかけたりしますけどこれどう見ますかまあ実際にその状況にならないと分かりませんけれども、ね。 交渉の席に着く可能性はあると思いますね。えー、ただ交渉の席に着いたからといってその通りと、えー、彼はどこでディールするかというのをその時に考えると思います。うん、ね。で、ついロシアも苦しいわけですね。ロシアも苦しいという中で、ただやっぱりねウクライナの皆さんのことを考えますとね、なん、はい、かの形で一番いい方向というのは探れないのかなという気はしますね。えー、今日はお二人本当にどうもありがとうございました。